クラスの子たちにもバカにされるんでしょうが、いい加減にしなさい。小さい子供のことですし、そんなマジになんなくても。ごめんね。バトラ君たちはちょっとお部屋に戻っててくれる？おばさんはマリアとちょっと話がある。でもないじゃない。なら他の場所の勘違いでしょ。ここなの。絶対にここなの。じゃあなくなっちゃったのよ。諦めなさい。どうして、どうしてマリアのバラがなくなっちゃうの。どうして、どうして。知らないわよそんなの。その、うーを言うのをやめなさい。ローザおばさん、いくら娘でも暴力はいけねっすよ。バトラ君は変に思わないの？あなたの学校にうーうーうなってる女の子なんている？いや、まあさすがに高校には。でも小学生ならそういううーうー言うのも可愛いじゃないですか。可愛い？うーうー言うのが可愛い？可愛いって？じゃないわよ。マリアがいくつか知ってる？9歳よ。小学4年生なのよ。幼稚園児じゃないのよ。それなのにまだクラスでうーうー言ってるのよ。わかる？この子クラスでなんて言っていじめられてるか知ってるの？この変な口癖のせいで未だに友達の一人もいないのよ。無責任にマリアのこと可愛いとか言って現実から目をそらさないで、この子の将来のことをもっともっと真剣に考えて。昔はローザおばさんもマリアちゃんの幼児言葉の一つだくらいにしか思わなかったんだけど、小学校の中学年になっても治らないのを最近はだいぶ気にしてて。別にどういう言葉遣いをしようと関係ねえだろ。そのまま社会人にはなれないよ。だから見ていて気持ちのいい光景ではないけれど、これはおばさんたち親子の問題なんだよ。まあ私もこの言葉遣いのせいでよくお袋に怒られるけどよ。バトラ君だって小さい頃悪い癖が治らなくて怒られたことがあったんじゃないかい？まあ一つや二つは。授業参観の日に人前でずっと怒られてた時は恥ずかしくてたまらなかったぜ。じゃあ今のマリアちゃんたちの気持ちはわかるよね。僕たちに
ここにいてほしいとは思わないんじゃないかな。ジェシカちゃんにもわかるよね。怒られてるところを誰かに見られてとは思わないぜ。行こう、ゲストハウスへ戻ろう。そしてマリアちゃんが戻ってきたら何事もなかったかのように迎えてあげようよ。それが一番じゃないかい。それなら好きなだけ一人で探しなさい。ママは知りません。探す、マリアが一人で探す。ママが知らなくても探す。勝手にしなさい。遅かったではないか、ベアトリーチ。さあ始めようではないか、私とお前の奇跡の宴を。今こそこの島は現世より切り離された。もう誰も私の儀式の邪魔をすることはできぬ。お前にふさわしい生贄は十分にあるぞ。息子たちが4人、その伴侶が3人、孫たちが4人、私に、客に、使用人たち、どれでも好きなだけ食らうがいい。運命の鍵は悪魔のルーレットに従い生贄を選ぶであろう。そのルーレットが私を選ぶならば、私すらもお前の生贄となろう。だが、だからこそなのだ。それだけの狂気をかけるからこそ、私は必ずや偉大な奇跡を起こすだろう。さあ好きなだけ食らうがいい。私はそのルーレットに打ち勝つだろう。さあ素
すべて落とすぞ。まずは後ろ宮家の家督を返そう。受け取るがいい。お前が蘇った時、そこにいるのは私であるだろう。私が最後まで生き残り、お前の目覚めを見守るだろう。さあ来たれ、ベアトリーチ、ようこそ我が宴。私が生み出した全てと引き換えに、私にもう一度だけ奇跡を見せておくれ。Oh!